いよ、いいよ、気にしないで。ちょっと待ってね、これで測らして。OK、これで測ると、600の話あるんだよね。今日、あ、朝食べたんで。朝食べてきたんで。そうそうそう、670ぐらいだよね。朝が670なんだけど。はい、73度。ちょっと待ってください。はい、ごまあ、うん、で、6g が4回ね、はい、なかなかこれが止められないね、この子。なんか夜お腹空いてる感じはあるんですけど、本当。入れに口に持っていくと、ひとかじりぐらいにしたりはするんだけど、はい、じゃあちょっと私にね、顔を見せてください。はい、顔見してね。もうちょっと上上げますよね。あ、何こっちちょっと目が悪いよ。あれ、目薬やってますよね。やってます。ちょっとこれ見、こっちの目ね、正常ね、はい、こっちの目、あら、本当だ。どういうこと。で、目やに出してる。目やに、あれ、目薬って毎回してます。あの、1日3回やってます。うんと、これでしたっけ。わかんないです、どれ。あ、そ、これ、これです、これです。はい、目薬いつも食べてるんです。え、ほんと、これ刺して、こう、だってこれ右側じゃない、左側か。宮に出してますもん。本当ですね。本当だ、調子が、え、ちゃんと入ってないのと。あ、じゃあ3回以上できるわけね、目薬。はい、4回、うん、OK。 じゃあ目薬さ、ちょっと変えますから、はい、これにします。はいはい、これはプラノプロフェンという消炎剤、はい、でこっちはオフロキサシンという抗生物質、うん、でこれをじゃあ1日3回以上、4回。今のはもうやめて、うん、ちょっとやめて、またそれ使うかもしれないから、はい、あの、ちょっと取っといてください。日の当たらないところに、はい、冷蔵庫入れますか。あ、冷蔵庫でもいいし、はい、日の当たらないところに、はい、こういう茶色のボトルは日に当たると、光に当たると効果がなくなるということなんで、はい、で、目拭きますけど、こっちから拭いてからこっちね。あ、はい、こっちから吹いてこっち行くと映っちゃう。そういうことです。あと口の中、左結膜炎、結膜炎、歯ぐきにはだいぶピンク色でいい感じなんですけどね。長さもいいですかね。噛みにくいのかなと思ったり。いや、長さは全然いいですよ。前歯で一かじりしてやめちゃったりする、うん、これは上が1で下が2ぐらい、長さはちょうどいいです。ちょうどいい。奥歯は、まあ、これで不正攻防はよっぽどひどいのじゃないと分かんないけど、ないと思いますね。じゃあ、噛むのも支障がない。ちょっとお腹、一回離してください。お腹触ります。はいはい、お腹は柔らかいのがいいんですけど、柔らかいね、胃も触れないからいいと思いますね。はい、このこっち向きね、はい、頭、肩をちょっと持ってください。そうです、そうです。ごめんね、ちょっとここで脈も見ます。脈もしっかりしてるよね。はい、じゃあ一回離しますね。うん、この間って2月8日、2月8日、この間も帰った後で食べなかったんですか、ね、一回あの24時間空けて、はい、で、ちょっとかじったぐらい、この、うん、本当に、うん、こん中に1個ちょこっとかじったところ。わかりました。この間し、かなり多めに使ったんだけどな、食用、うん、結構お腹は空いてる感じでしたね、うん、今日ちょっと違うやつを、ジアゼパムというマイナートランキライザーを飲ませます、最後にね。はい、それは効き始めがね、あの、この間よりも早い、30分ぐらいで効き始めます。で、やっぱりあの、点滴もしますけど、栄養補充しないで24時間、うん、明日の朝まで食べんかったらまた始めてもらうと。だから今日は休んで観察してくださいね。はい、じゃあちょっと治療していきますけど、ちょっとお手伝ってもらいます。この間レーザー出てもらいましたっけ。あ、はい。じゃあ2秒でずらす。はい。で、お腹ね。はい。ね、3分で。はい。で、あんまりその光はしっかり見ないようにね。はい、しながら。映ってないよね。
でもさ、その 6g って何分でできるんでしたっけ？最近も慣れてきたんで10分かからないぐらいで。それが一番大変な治療なんですよね。そうそう、でもそれがやれるとなんとか。結構飼い主がそろそろ疲れてきてる。介護みたいになってて、時間も気にしなきゃいけないし、餌をふやかしといてとか、なんかもう段取りしたり、朝は特にバタバタで、でも今一人助っ人が入っておばあちゃんが一回やってるの。でも参加してもらって、いやおばあちゃんが覚えてくれて。はいはい、すごいんですよ。もう77、78のおばあちゃんなんですけど、動物好きなんで、あすごい、ね、朝なかなか捕まえれない。私がちょっと捕まえれないんで、おばあちゃんが捕まえてくれて、噛まれながらも大丈夫大丈夫こんなのって言って、で最近はもう最初目薬入れるのねって入れて、で粉薬2回分朝飲ますんで、それやってくれて、はい、焼き砂糖も飲まして、餌もやって。すごいね。だからすごい。77、8。すごいですね。2世帯なんで、ちょこちょこ手伝いに来てくれてたんですけど、最近は、ちょっと2人では結構、疲れてきて。そうです。なんか、でもね、憂鬱になる時がある。そうですか。この子6月2歳本当はね、でも1日は残念大変くなると、1日何かけてウサギもそうなんだけど、一回食欲がなくなっちゃって、まあ、栄養補助で維持していくじゃないですか、はい、自力で食べ出すまでね、長い子は時々いるんですよね、うん、なんか若いと割と早いような気がするんだけど、今度2歳、3歳、うん、いや若いじゃん、1歳行ってないよ。あ、1歳行ってない、あもうダメだ1歳、3歳、ね、1年過ぎてるとそういうケースが起きる。結構本人も楽なのか、ね、待ってるみたいなとこありません？あります。あります。餌を食べるとき、食べました次みたいな感じ、はいって、だから口、注射器の先っちょに口を持ってくるようになってきて、前はグイーって押し込んでたのが、うん、最近はおとなしく自分から食べて。もう一枚あります。あ、あります。あ、で、あ、ちっちゃい注射器2つと、ラキサトーンと目薬は今回あれになるんで、はい、目薬は変わりますからね。目薬、はい、はい、ちっちゃい注射器が2つ、はい、ラキサトーン、はい、ラキサトーンが大好きになったんで、自分からもう。永田さん、ちょっとだけサポート来て。変わります。ありがとうございます。お願いします。おまちゃん、こう右に出ますね。もうメインよ。何分？8分になっちゃった。